どうもこんにちは、ライム TV のライムです。今回はフォルザホライゾン3でブリザードマウンテン拡張パックやっていきたいと思います。よし、やっていくぞ。なんか年明けになるって言ってたんですけど、結局こう2016年内に一応動画撮れましたね。はいということでやっていきます。使っていく車はキャニングセグ121ですね。今回はまあドライブ的な感じで、ちょっとこの新しくできた、マップをですね走っていこうかなと思います。一応マップの方はこんな感じですね。まあそんなに広いというわけではないですけど、まあ雪山をメインにした感じで、下の方に行くとちょっとまあちっちゃい町があるという感じですかね。はい、じゃあ早速やっていきます。まあ山の上の方とかも行けるんですけど、結構雪道なんでね、この車で行く場所じゃなさそうですねまあスノータイヤを履かせることもできるんですけど、一応今は普通のタイヤで来てます。で、あのスノータイヤ履けばなんか思ったほどは滑んないですね。はい、なんでまあ割と普通に走れるというか、うん、まあそんな感じですね。ただやっぱスノータイヤ履いてないと結構滑るとりあえずまあ適当にドライブしていきましょうかね。で、このマップになるとですね、車に乗ってる人の服装がこうなんかあったかそうな服に変わるっていうねあとこうなんか帽子もかぶるっていうねちょっとその辺面白いですね。おっと、で路面がなんかずっとこう雪解けした感じのなんかすごい路面になってて、デフォルトで滑りますね、雪がない場所でもなんでまあぜひともスノータイヤを履いていくことをおすすめします。で、今ちょっとこの辺はまだ吹雪いてないんですけど、山の上の方に行くとすごい吹雪になって全然前が見えなくなるっていうね、さっきちょっと走ってたらあったんですけど、今回はあるかな、どうだろう、ちょっとそれもね見てみたいんですけど、まあなかったらそれはなかったでしょうがないかな。で、なんかね今回は本当このブリザードマウンテンのマップは三人称でやるよりも車内視点でやった方がいいですね。なんか雪のこう反射の感じ、反射してすごい光が当たる感じがなんかリアルだなと思ったんですよね。太陽の光がこう反射してすごい照り返しがすごいなんか綺麗にねうーん、眩しい感じがすごいリアルだなって思ったんですけど、なんでまあ三人称でやってみるのが結構自分はおすすめですね。で、ちょっとなんか不自然だなっていうのは思ったのは、こう木がなんかいかにもオーストラリア感がすごくて、雪山にこんな木生えてるかなっていう感じはすごいするんですけどね植物がすごい乾燥地帯の植物なんですよ。それがシュールまあそんなもんか。これ左行きましょうか。すっごいな、なんかもう雪道だな。なんだろうね、砂利道の上に雪が積もった感じなのかこれは。で、ほらあんまりアクセル踏むと滑るから低回転で回さないとダメですね。で、なんかねスキー場じゃないけど、なんかなんだろう、なんかのコースがあった、うん、なんかのコースじゃ分かんないな、なんかのコースがありましたね。ほらこういうなんかスキー場にありそうな柵とかもあって、すごい雰囲気は出てるんですよね、山の上の方って感じがする。あ、この辺からほんとすごい雪だなすごい雪だな。そっちとか行けんのかな、このこれは登れんのかな。あの登れますね、一応進まなくなるね、でも車が進まない、ダメだあー引っかかりそう。おー、あ、大丈夫だった、危ないすごいね、ほらこの照り返しの感じ、太陽の光が雪に反射してすごい眩しく感じるのがすごいリアルなんですよね、うん、ずっと見てると目チカチカしてきそうだけど。おっと、雪のこうなんだろう、
積もり具合が下の方と比べると山の上の方の方がなんかすごいですね。あと山の上の方になってくるとやっぱりドライバターとか AI の 車も少なくなってきますね。あ、この辺からもう完全に雪だな完全に雪だ。わあ、すげえすげえなこういう雪のドライブゲーもないですもんね。うん、ここまでなんかしっかり雪が積もってるドライブゲーというかレースゲーはラリーとかそういうやつ以外ではあんまないですよね。お、ゴンドラ、スキー場とかあるんでしょうかね。お、なんか倒しちゃった。ちょっと今回吹雪はなさそうですね。ブリザードはなさそうだ。すごいんですよ、雪が降ってくると本当にでも前が何にも見えなくて車内視点だった、特にそれが面白かった。お、なんか除雪車的なのがある。うわー、凍ってそうだな、路面。なんかいかにも氷が張ってるような感じの路面ですよねあははは、危ねえ危ねえ。この車で少なくとも行く場所じゃないよ、絶対これ真似しちゃダメですよ、もうなんかケーニングゼグでも雪道は、雪の上を走ってるなんか写真も見たんですけどねあれはまた特殊なんでしょうかね。多分スノータイヤは履いてるんでしょうね、当然これノーマルですからねおお、危ない危ない、あー滑った滑るのが面白いな、なんかツルーっていくから本当に滑ってるみたい、まあ、本当に滑ってるんだけどさ。いやー、でもこれは本当面白いな。なんか意外とね、やっぱ滑んないんですよ、スノータイヤ履いちゃうと。で、むしろ履かない方がなんか程よく滑って、本当に滑ってるなって感じがする。なんだここ、ここはなんだ、ここは、ここはなんだ、ここなんかあれか、衛星の、衛星じゃないや、なんだろう、なんか電波をなんか受信するアンテナ的なやつですよえ、あれか、電波望遠鏡的なやつかかな、わかんないけどそんな感じだと思います。よし、ちょっと下ってみるか。山、すごい山だな。多分これ以上スピード出すと滑りますねうわー、怖い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 。完全に路面が雪だよな。あー、危ないぞ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 。逆にでもこれちょっと落っこちてみたいっていう感じもしないんでもない。落ちてみるか。あ、そんなでも崖ってわけじゃない。あ、すごい、なんか雪原ですね、完全に。いけ、岩だったあ、戻されるんだ。戻されるというか、ひっくり返ったから戻されたのか。やっぱりこの辺まで来るとスノータイヤないときついっすねお、何これ、温泉かな。あ、すごい、氷のつき方もなんか雪に溶けた氷っぽくなって、氷のつき方じゃない、水滴のつき方か。よし、頑張ったぞ。なんか温泉っぽくなってますね、この辺は。イエローストーンっぽくなってる。よし、でもなんかリアルだな、ほんと改めて思うけど、やっぱこのゲームはいいですね。
よし、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。以上ライム TV のライムがお届けしました。多分2015年じゃない2016年の、フォルツァホライゾン3実況はこれが最後になると思います。来年もまたよろしくお願いします。ライブの方はフォルツァホライゾン3ライブの方は多分2017年初めの方に、やると思うのでよろしくお願いします。おそらくブリザードマウンテン限定かなになるかな多分です、よろしくお願いします。スリー、お、夜になってきた。じゃあこの辺で終わりたいと思います。では、次回もお楽しみに。Thank you.